ベッドフォードパークブールバード駅はニューヨーク市地下鉄 IND コンコース線の駅である。ブロンクスクベッドフォードパークのベッドフォードパークブールバードとグランドコンコースの交差点に位置し、B 系統がラッシュ時のみ、D 系統が終日停車する。駅は1933年7月1日に開業し、島式ホーム2面と3線を持った2面3線の地下駅となっている。 ホーム外壁には黒字に白で、ベッドファードと書かれた小さな印があるほか出入り口の方向付きの案内板、ホーム上部からは同じく黒字に白で、ベッドフォードパークブールバールと書かれた駅名標が吊り下げられており、ホーム上に立っている緑色の柱には、ニューヨーク市地下鉄標準の正方形の黒看板に、白で、ベッドフォードパークブールバールと書かれた駅名標が掲げられている。 ベッドフォードパークブルールバードとグランドコンコースの交差点北東の階段あたり駅には改札外が駅の北と南の2カ所にある。以前この2つはつながっており1つの改札外となっていたが中央をコンコース線の運行管理区域としたため改札外が分断された。なお、両ホームからこの閉鎖された区域への階段は閉鎖のみで取り壊されずに残っている。 駅南側の改札口には、回転式改札機と切符売り場があり、こちらは、階段で、ベッドフォードパークブールバードとグランドコンコースの交差点周辺へと出ることができる。反対の駅北側の改札口には、回転式改札機があり、グランドコンコースと203丁目の交差点付近へ出る、ことが可能である。当駅の南側にて、外側の二線から線路が外側に分岐し、 二線の下を潜った後に分岐線同士が合流しコンコース線の急行線となる。この急行線はラッシュ時に混雑方向へ向かう急行列車が使用する。ただし、配線の都合上駅中央の B 系統の使用している線路から急行線への進入はできない。この配線により B 系統が駅に進入中、もしくは駅から発車中でも D 系統は急行線から駅に進入。 および急行線へ発車を行うことが可能となっている。駅北側では、中央の線路が2線になり外側2線と、シーサスクロッシングで接続した後に、西へ進路を変えコンコース車両基地へと向かう。外側2線は東へ進路を変え、道路線の終点である、ノーウッド -205 丁目駅へと向かう。ありがとうございます。